きチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ久しぶりに今日は9本目でございます、はいね、今日はですね、はい、ちょっと久しぶりに NBO 団体のテーマで、懐かしいですね NBO、はい、ね、皆さんね、はい、なんでそれっていうやつは、はい、ちょっとこの動画見てください。はい、NBO 団体、ね、しかも入会希望者も結構いてね、うん、ちょっと忙しくて ね、はい、でもちょっとシーズンオフとかにね、はい、できればぜひね、うん、やりたいと思うんで、はい、その時にはね、もし集まってもらえればね、はい、みんなで討論会しましょうということで、はい、まあ、一応日本ベースボールおせっかいという、うん、そうそうそう、組織です。はい、はい、あの非公認でね、はい、俺はもう理事長なんだけども、はい、あの日本の野球のことにおせっかいしまくるっていうね、うんうん、はい、じゃあ今回、まあ、また最近ちょこっと話題になってますけども、うん、球団拡張問題、はい、16球団構想、うん、どうなのかっていう、はい、袴さんはどうですか、 16？ よく今言われてるじゃないですか、88にしてみたいな、はい、うん、なんか私はなんか、まあ増えたら増えたでまたその違う地域にファンが増えて、うん、プロ野球が盛り上がるっていうのもあるけれども、一気に4球団増えるって、まあ、ちょっとこう難しいんじゃないかなっていうのは思っちゃいますよね。でも88にしないと、うん、最低でも、はい、セパが同じにならないじゃん。そうなんですよね。こうで77はもう1年中交流戦しなきゃいけなくなるから、うん、だからもう88しかないんだよ。で偶数じゃないとね、余っちゃいますもんね。88か。いや私は、まあ、今でバランスが取れてるので、うん、まあ、無理に増やさなくてもいいんじゃないかなと思っちゃいますね。俺もそっち派なんだよ、うん、基本的には、うん、無理に増やさなくてもいいんじゃないのかなっていうね、はい、ところがあるんだけども、うん、そんなに増やしたいかと、はい、そしたら、うん、俺が素晴らしいアイデアを皆さんに提供しますよっていう、うん、理事長として、はい、88、うん、16球団構想、はい、はぁ、あ、みたいな、うん、もうあったらカチカチやな、まだその話題みたいな、うん、もうそんなの一生言ってても一生なんないよっていう、はい、しかもね、今このね、この88にする理由としては、うん、まあそのやりたい人にとったらね、うん、まあ多分目新しさだね、うん、そういったところで新しいところ、はい、目新しさがただ欲しいだけで、うん、そんなの最初だけで、うん、もうエンドレス飽きるんだよね、いつか、うん、で飽きた時にですよ、うん、3位が日本シリーズで日本一になるのはどうなんやって必ず言うじゃん、うん、ってなった時に88にしてみたいな、はい、まあ、88にしても3位まで出るから一緒なんだよ、うん、結果的にね、はい、で消化ゲームが長くなるだけよ、うん、88なんてね、よくよく考えてみ、一番つまんない構成だから。なんで一番つまんない構成なんですか。今のプロ野球の今日現在でいうと、うん、はい、もうほぼほぼパ・リーグも B クラス、うん、セ・リーグもヤクルト中日、うん、消化ゲームに近づきつつあるのよ。もうちょっと離れすぎましたね。これ8球団だとプラスあと2乗っかってるやろ、はい、もしその下に2位あったらもうそいつらのチームもう消化ゲームだからね。まあそうですね、あの6月中に消化ゲームになってる、うんうん、面白いかっていう、6月中に消化ゲーム、まあ、3ヶ月しか経ってない、はい、3ヶ月が経ってないのにもう消化ゲームになるのよ、うん、100%、うん、もう現実的に無理だから、はい、面白いかっていう、8に増やしたがために、はい、まだ今だったら10ゲームか、まあ、ワンチャンあるかみたいな感じになるやん、うん、でもその今の7、8につくから10に、はい、そしたらもう 100% この2チームは消化ゲームになるのよ、うん、6月中に、はい、さらに越していかないといけないっていうのはちょっと現実的に無理じゃん、はい、そうなったら、うん、それ面白いかになるわけ、うんうん、で結局3位までがクライマックスシリーズに出るから、うん、3位が日本一になる可能性あるから一緒じゃん、うん、まあ、そこは一緒ですよね、うん、でもう一つ言ってるのはね、うん、いやいや88じゃないと、はい、ね、こう16で4444やと、はい、でセリーグで東地区、うん、西地区、うん、パリーグで東地区、西地区の444で1位だけが出てきてのクライマックスですよっていう人もいるんだけど、うんうん、はい、絶対無理。無理なんですか。セリーグが、うん、巨人がいなくなってもいいなんていうチームがあるわけないじゃん。まあそうですね。誰がよ、それもし東ってなった時に、線の東西ってなったら、はい、多分巨人、ヤクルト、DeNA だね、うんうん、で静岡のチームが入る、はい、でこれで4、うん、で西が中日、阪神、広島、うん、でどっかに入ったチームがセリーグになる。セリーグ、はい、そんなの許されへんやろ。うん、そうですね。だから今までの20何試合、うん、っていうのがなくなんだよ、うんうん、私阪神対巨人とかも、まあ、一時期の交流戦でしかやんないって、ワンカードしかないっていう、ね、ないっていうだけでやんない、うん、そんなの既存のチームが認めるわけないから、はい、そんなもんね、あの絶対できんやつ考えても意味ないんだよ、うん、そうですね。だからもうね、これはね、よくよく考えてもね、うん、無理なんだよ、うん、88、うん、考えました。すごいの考えました。え、何、新しい案があるんですか。あります。へー、
最高です。え、それは16球団構想ってことですか、の中での素晴らしい提案。え、18球団構想です。え、18球団、うん、今セリーグ6球団、うん、パリーグ6球団でも、この人たちは既存のやつを変えたくないから変えれない、はい、うん、増やしたところでつまんない、うん、4分割には絶対ならない、はい、新しく、うん、ジャパニーズリーグとか、はい、オーシャンリーグとか、うん、もう何でもいいけども、うん、作って、うん、新リーグ6球団作ります。ああ、なるほど、確かにその方がバランスは取れますね。そう、そしたら変えなくていいわけよ、うん、で6個のプロ野球チーム作れと、うん、はい、で作って、うん、で3年間、まあ、2軍もいるからね、うん、あの全部営業利益とかも出して3年間6チームが継続できるリーグとしての体系を試して作れと、うん、クライマックスシリーズは進出していいと、うんうん、だからセリーグ2チーム、うん、パリーグ2チーム、うん、新リーグ2チーム、うん、で6個出るから、はい、まあ、その中の3位のチームがワイルドカードとして出て、まあ、8-8でもいいでしょうと、はい、もしくは 3-3 でやって、うん、勝率のいい2チームが不戦勝にして、うん、っていうののクライマックスでもいいでしょうと、うん、ね、で新しく6球団作って、うん、でドラフトは3年間うまくできたら4年目から参加していい、うん、おー、そうじゃないと途中でギブですっていうチームも出てくるかもわかんないから。じゃあドラフトなかったら最初の選手っていうのはどこから取ってくるんですか。もうスカウトですか。スカウト、あ、ドラフト後のスカウト、はい、社会人チームとか大学から、うん、ドラフトにかからなかった人を取っていいっていう、うん、はいはい、それで3年間試してくれと、うん、そうじゃないとその持ちこたえれない可能性もあるから、うん、そう3年間ちょっと猶予としてやってみて、うん、はい、でもクライマックスシーズンは出れますよ、うん、でその中の6チームで戦いながら、うん、もちろん交流戦もやりますよ、はい、でクライマックスシーズン出れます、うん、ドラフトはうまくいった4年後から、だから3年後終わった時から、うん、次も継続できるんであれば入っていいですよと、うん、だから実質2年間だね、はい、ドラフトに参加できない、うん、で1チーム70人、うん、プロ野球選手で420人、うん、で関係者も作って、で場所は静岡、はい、新潟、京都、うん、岡山、松山、長崎です。へー、それなんでそのバランスなんですか、松山とか。まず沖縄は無理、うん、まずあのスコールとか台風で一発でも試合できなくなるから、ードームがないと無理ですね。ドームがじゃないと無理だし、うん、この前のもう3、4日停滞したら、うん、もう東京はピーカンで晴れてるけど移動できないから試合できないって言って、はい、まあ、試合をねやる消化が難しい、うん、だからもう沖縄はもう無理、はい、正直、うん、で、まあ、移動も考えて、うん、京都って、まあ、大阪とは違うでしょ、まあ、京都があるでしょ、まあ、文化的には違いますね、京都っていうのがね、うんうん、でまあ都市もでかいし、はい、っていうところでは京都にプロ野球チームあっても俺らが町で行けるんちゃうかっていう、おー、その私らは阪神じゃないです、大阪じゃないですみたいな、うん、京都なんでみたいな、はい、ところがあったから行けるんちゃうかって俺は思ってる、うん、で今その若狭球場ってなんか社会人チームやってるところあるから、はい、そこをちょっと全面回収、はい、で岡山、うん、マスカットスタジアム、はい、あるから、うん、でこう新幹線のぞみも止まりますと、はい、移動に適してるし、うん、長崎は、はい、まあ、長崎ビッグエンドスタジアムもあるし、うん、はい、でやっぱこれはねオーナーちょっと噛み合わせなんだけど、はい、ジャパネットさんがちょっとオーナー で、うん、で長崎はバスケもサッカーも、うん、ジャパネットさんがオーナー、はい、へー、だから野球も三位一体で、はい、ジャパネットさんお願いしますと、ジャパネット TV もあるし、はい、だからジャパネット高田さんで持つ長崎のプロ野球チーム、はい、で松山は四国に1個あった方がいいかなっていうところで、はい、で、静岡、新潟、うん、っていうところで、はい、であと1個はあのサイバーエージェントさん、アベマ TV でどうですかっていう。でも静岡、うん、意外とこのどこかに行くのにその望みが通ってないわけですよ、うん、じゃあ新潟に行くってなったら一回富士山空港とかそういうところか、まあ東京周りだよねってことになっちゃうわけですね。まあそれでもまだ行きやすいよ、うん、静岡からだと、だからこれだと全部新幹線つながるから。まあそっか、全部が長崎も一応、長崎岡山だと、まあ、あの新幹線途中で在来線になっちゃうけども、うん、まだ全部つながってないから、うんうん、そこをうまくいけば博多に乗り換えたらのぞみでも岡山行けるし、はい、京都もまあまあ西日本っていうところ で、うん、はい、でまあ、松山がどうなるかっていうところだけど、まあ、そこら辺一体してるから、うん、まあ、なんとかカバーできればいけるんちゃうかっていうで、うんうん、まあ、関東の栃木とか、うん、あのエージェック、はい、俺エージェックもいいかなって会社思ってるんだけど、うん、はい、栃木もいいけど栃木こそ移動きついだと思って、うん、そうですね、新幹線とかがないから、うん、まあ、新幹線もあるけど、あ、そうか、宇都宮があるから、うんうん、でも飛行機とかがないから、あ、この西への移動が難しいわけよ。そっか、もう思い切って右の茨城空港とかに行かなきゃいけなくなるから、うん、
ちょっとだからそこ移動が厳しいなっていうところもあって、うん、関東はちょっと難しいかなっていう、ね、はい、だからまあそれが良くて、でまあ野島さんどうですかっていう、うん、ベイスターズも行きましたよねみたいな、はい、でエージェックさんね、うん、サイバーエージェント、うん、ね、ジャパネットだから、はい、あと2個どっか探してこいっていう、でこれでその18球団構想、はい、うん、どう、そうですね、なんか既存のものを崩さなくていいっていうところはすごくいいですよね、うんうん、でそのチームだから、はい、で結局上位2個がクライマックスシリーズだから、うん、まあまあいいじゃん、うんうん、で6球団だし、はい、で最初はさ、どうせ、うん、まあどうせっていう言い方でも変だけど、はい、弱いからね、うん、でも弱いとこ同士がやる方がいいじゃん、でまあその中で上位2チームがいけるわけですからね、いける、うん、そう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 、うん、まあ、そこで負けるかもしれないけど、けどそれはそれでね、そうそう、でそこのチームの中では切磋琢磨できて、うん、交流戦とかもあるわけだから、うん、2軍っていうところでも、うん、あの新潟と静岡がイースタンに入る、うん、はい、京都、岡山、長崎、松山が入れば救急になるから、で1チームがそれこそあの交流戦みたいな2軍でしたりしてもいいし、うん、はい、で今あの2軍だけ入るっていうところが2軍だけ入れて10、10でもいいわけじゃん、はい、うん、それこそあの2軍を半分に分けてもいいけどね、はい、あの4つに分けてもいいけども、うんうん、ってやればもっと活性化するし、うん、いいと思うけど、でもこれにはね劇薬の副作用があるね、副作用、うん、多分独立リーグダメになると思う、あ、まあそうですね、うん、今独立リーグっていうリーグもあるわけですからね、いろんな各地に、うん、だって、420人プロ野球選手作らなきゃいけないから、うん、多分独立リーグなくなるんだよ、はい、でも独立リーグの選手とかが入れる可能性はかなり高くなるわけですよね、うん、そう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 、その NPB として、うんうん、あと社会人野球チームもちょっと減るかもしれない、あ、そうですね、だからそういったところのアマチュアの、うんうん、数が減るのの副作用、あと大学球界がちょっと弱くなるかもしれない、あ、高校からでもすぐ入れちゃうから、でも逆に高校球児というか野球人口がそれで増えるってことはないですかね、うん、でも少子化だからね、まあそっか、確かにもう子供の母数が少ないわけですもんね、うん、でも俺はこの666の3リーグ構成の、うん、はい、が俺は一番しっくりきて可能性あるなっていうところがあるから、うん、はい、俺これが無理っていう人はもう球団拡張は無理や、うん、正直そうですね、うん、まあ、一気に6ってすごくまあ現実的に難しいかもしれないですけど、いやそれぐらい やんなきゃっていう、やるんだったらそんな中途半端な88とかわけわからんこと言ってないで、うんうん、もう666でいいやないかと、うん、で新リーグでそっちの方がよっぽど盛り上がるぞっていう、うんうん、新リーグで、そうですね、でレベルも一定になるから、うん、もう100敗するようなチームとかがないわけよ、うん、そうじゃない、多分セリーグとか入ったら100敗するからね、しますね最初は、うん、そしたらファンもちょっと落ち込み、やっぱ弱いな、うん、なっちゃう、そしたら人気も上がんないじゃん、うん、それだったらもうそのレベルに合った6球団同士でやって、うん、クライマックスシリーズ交流戦で戦いながら、うん、まあ、それ勝ち高めっていう方が俺は面白いんちゃうかっていう、はい、これです、はい、16よりは全然18の方がいい、面白いですよ、うん、ね、あとはね、はい、皆さんコメント欄でバチバチやってください、はい。